皆さん、こんにちは。今日は毎年9月に届く重要な書類、年金生活者支援給付金についてお話しします。年金生活者支援給付金とは、年金生活者支援給付金は所得が低い年金受給者の生活を支援するために設けられた制度です。この給付金は年金に上乗せして支給されるもので、2019年10月から始まった比較的新しい制度です。給付金の種類、年金生活者支援給付金には3種類あります。老齢年金生活者支援給付金、障害年金生活者支援給付金、遺族年金生活者支援給付金、それぞれ受給している年金の種類によって異なります。ではそれぞれの年金に対してどのような人が受給対象者になるのでしょうか。まず老齢年金生活者支援給付金について、以下の3つの条件をすべて満たす必要があります。65歳以上で老齢基礎年金を受給していること、世帯全員が市町村民税非課税であること、前年の年金収入額とその他の所得額の合計878,900円以下であること、なお年金収入額とその他の所得額の合計が778,900円を超え878,900円以下の場合は、補足的老齢年金生活者支援給付金が支給されます。給付額、老齢年金生活者支援給付金の基準額は月額5310円です。ただし実際の給付額は保険料納付済み期間等に応じて算出されます。例えば保険料を40年納付した場合、月額5310円、保険料を20年納付した場合、月額2655円、保険料を30年納付し10年免除期間がある場合、月額6816円となります。障害年金生活者支援給付金では以下の2つの条件を満たす必要があります。障害基礎年金を受給していること、前年の所得額が472万1000円プラス扶養親族の数 ×38 万円以下であること。ただし扶養親族の年齢によって加算額が異なります。70歳以上の同一生計配偶者または老人扶養親族の場合48万円、特定扶養親族または16歳以上19歳未満の扶養親族の場合63万円になります。例えば障害基礎年金を受給している方で以下のような家族構成の場合、所得制限の計算は472万1000円プラス38万円プラス63万円プラス63万円は585万1000円になります。この場合前年の所得額が585万1000円以下であれば、障害年金生活者支援給付金の対象となる可能性があります。このように扶養親族の年齢や状況に応じて加算額が変わるため、個々の家族構成によって所得制限の基準額が異なります。遺族年金生活者支援給付金についても同様の計算方法が適用されます。給付額、障害年金生活者支援給付金は障害の等級によって金額が異なります。障害基礎年金1級の受給者の場合、月額66,318円、障害基礎年金2級の受給者の場合、月額5310円となります。遺族年金生活者支援給付金では以下の2つの条件を満たす必要があります。遺族基礎年金を受給していること、前年の所得額が472万1000円プラス扶養親族の数 ×38 万円以下であること。障害年金生活者支援給付金と同様に扶養親族の年齢によって加算額が異なります。給付額、遺族年金生活者支援給付金の給付額は月額5310円となります。これらの給付金額は2024年度の改定後の金額です。前年度と比較すると、障害基礎年金1級の受給者は213円、その他は170円の増額となっています。
共通の注意点、障害年金と遺族年金の場合、非課税収入、障害年金や遺族年金などは所得判定に含まれません。以下の場合は、支給要件を満たしていても給付金は支給されません。日本国内に住所がないとき、年金が全額支給停止のとき、刑事施設等に拘禁されているとき、では給付金を受け取るにはどうしたらいいのでしょうか。毎年9月1日から該当する方に年金生活者支援給付金請求書が順次送付されます。この請求書は翌年度の給付金受給のために必要な手続きです。重要なポイントとして、給付金を受け取るには年金生活者支援給付金請求書の提出が必要です。原則として手続きした翌月分から支給の対象となります。毎年度前年の所得情報等に基づいて継続支給の判定が行われます。継続支給の判定結果は毎年10月分、12月支払いから1年間反映されます。また年金生活者支援給付金は支給要件を満たし続ける限り生涯にわたって受給することができます。毎年の所得確認により継続支給の判定が行われます。また物価の変動に応じて給付額が改定されるため実質的な価値が維持されます。そして長期的に見ると受給総額が相当な金額になる可能性があります。では夫婦での受給による経済的メリットは何でしょうか。夫婦がそれぞれ支給要件を満たす場合、双方が個別に給付金を受け取ることができます。夫婦2人で月額16,220円の上乗せとなります。年間では127,440円の追加収入になります。そして平均寿命まで受給すると夫婦合わせて約300万円以上の追加収入となる可能性があります。注意事項として、年金生活者支援給付金を装った詐欺にご注意ください。日本年金機構や厚生労働省が電話で個人情報や金銭を求めることはありません。以上が毎年9月に届く年金生活者支援給付金についての主な情報です。ご自身が対象かどうか不明な場合や請求書が届かない場合は、給付金専用ダイヤルまたはお近くの年金事務所にお問い合わせください。年金生活者支援給付金は原則として請求した月の翌月分から支給が開始されます。申請が遅れると請求月以前の給付金を遡って受け取ることができなかったり、支給開始が遅れるためその間の給付金を受け取れなくなります。書類に不備があった場合、さらに支給開始が遅れる可能性もあります。対策として、給付金の請求書が届いたらできるだけ早く申請手続きを行うことが重要です。 Q&A では次にみんなの疑問について回答を行っていきます。Q、 毎年申請が必要ですか。一度受給が決定された方は翌年以降の手続きは原則不要です。ただし支給要件を満たさなくなった後に再び要件を満たした場合は改めて請求手続きが必要となります。急に給付金は課税対象になりますか。年金生活者支援給付金は非課税所得として扱われます。 Q3、 給付金の金額は変わることがありますか。はい、給付金額は毎年度見直しされます。物価の変動に応じて支給金額が改定される仕組みになっています。 Q4、 年金生活者支援給付金に関連する詐欺の手口にはどのようなものがありますか。主な手口として以下のようなものがあります。給付金の手続きを装って個人情報を聞き出す、手数料や振込手数料などの名目でお金を要求する、 ATM の操作を指示しお金を振り込ませる、偽の書類を送付し個人情報を記入させる。 Q5、 日本年金機構や厚生労働省を名乗る不審な電話やメールにはどう対応すべきですか。以下のように対応してください。個人情報や金融機関の口座番号、暗証番号を絶対に教えない、お金を要求された場合は即座に断る、不審に感じたらその場で返事をせず一度電話を切る、公式の問い合わせ窓口に確認する。 Q6、
年金生活者支援給付金に関する正規の連絡方法は何ですか？正規の連絡方法は以下の通りです。日本年金機構からの郵送による通知、年金事務所での直接の手続き、市区町村の窓口での手続き、電話やメールで個人情報や金銭を求めることはありません。 97. 年金生活者支援給付金の請求手続きで添付書類は必要ですか？通常添付書類は不要です。日本年金機構から送られるはがき型の年金生活者支援給付金請求書に必要事項を記入して返送するだけで手続きが完了します。 98. 詐欺の被害に遭ってしまった場合どうすればよいですか？以下の対応を取ってください。すぐに最寄りの警察署に被害届を提出する。金銭を振り込んでしまった場合はすぐに金融機関に連絡して振り込みの取り消しを依頼する。クレジットカード情報を教えてしまった場合はカード会社に連絡して利用停止を依頼する。日本年金機構の給付金専用ダイヤル0570005-4092に相談する。9. 年金生活者支援給付金に関する正しい情報はどこで確認できますか？以下の公式サイトや窓口で確認できます。厚生労働省のウェブサイト、日本年金機構のウェブサイト、お近くの年金事務所、市区町村の国民年金担当窓口。不明な点がある場合はこれらの公式の情報源に直接問い合わせることをお勧めします。年金生活者支援給付金は低所得の年金受給者にとって重要な経済的支援となります。申請の遅れや支給停止後の再申請忘れによって受給機会を逃さないよう注意が必要です。また夫婦での受給や生涯にわたる受給可能性を考慮すると長期的には大きな経済的メリットをもたらす可能性があります。支給要件を満たす方は確実に申請手続きを行い、継続的に受給条件を確認することが重要です。最後までご視聴していただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録高評価もぜひお願いいたします。それではまた。